ジャクリン・マリー、ジャッキー・エヴァンコはアメリカ合衆国の歌手。主にクラシカル・クロス・オーバーの分野で活動している。幼少期より広範な人気を集め、アルバム8枚と EP1 枚がプラチナディスクを記録しており、うち3枚はビルボード200のトップ10にランク入りしている。ペンシルバニア州ピッツバーグにてイタリア系の父マイケルと母ミソとの間に生まれる。 トランスジェンダーの姉ジュリエット、弟ザッカリー、妹レイチェルがいる。エヴァンコは2004年の映画オペラ座の怪人を大いに気に入り、母はその DVD を購入。エヴァンコは劇中華を家で歌い始めた。エヴァンコが8歳になる直前に初めてコンペティションに出場するまで、両親はその歌声が他の子供とは違うとは気づかなかったと語っている。 初めて出場したコンペティションキーイン・イドンでは、エヴァンコは第2位となった。以後は歌唱のレッスンを受け始め、主にペンシルバニア州の教会や高齢者施設で歌い始めた。この時期、YouTube チャンネルでの配信を始め、2008年から翌年にかけて、チルトレンズ・フェスティバル・コーラス・オブ・ピッツバーグで歌っている。2009年には、スクール・ミュージカル版赤ずきんの主題歌を歌った。 2009年には、ラスベガスで開催された第15回 USA ワールド、ショーケースタレントコンペティションに出場し、第2位となった。同年のキームアイドルコンテストでも再び2位となった。また、同年、指揮者、作曲者であるティム・ジャニスと、公共放送サービスのテレビ番組セレブレイとアメリカに出場し、アベニュー・マリアを披露。他にも、ジャニスとの共演で、コンサートや、 テレビ番組に出演している。2009年から翌年にかけ、ペンシルバニア州で複数の公演を行っている。2009年、レコードプロデューサーのデイビッド・フォスターから注目され、出場したヒットマン・タレント・サーチ・コンテストで2位となり、同年10月、ニュージャージー州、プルデンシャル・センターで開催されたコンサート、デイビッド・フォスターフレンズで歌唱を披露した。2009年11月、 デビューアルバムプレリュード2エイドリームをリリース。同アルバムでは主にコンテパルティロアメージンググレースなどのクラシカルクロスオーバー曲をカバーしている。エヴァンコのアメリカズゴットタレント出演後の2010年8月、同アルバムはビルボード200チャート121位、同クラシック部門第2位となった。2010年 NBC のアメリカズゴットタレント第5シーズンに出場。 8月10日の準々決勝では、プッチーニのアリア・オーミーオーバッピーノカローを歌唱し、審査員から熱烈な反応を得た。コメンテーターは、エヴァンコに対し口パクだったかどうかを尋ねたが、翌日のショーで、エヴァンコは、即興で歌い、生の歌声であることを示した。準決勝では、タイム通0グッバイを歌唱。トップ10ラウンドに進み、アンドリュー・ロイド・ウェバーのレクイエムから、パイエズを歌唱し、 決勝に進出。ピッツバーグ市長らは、その翌週を、ジャッキー・エヴァンコ・ウィークと宣言。9月14日に行われた決勝で、歌唱されたのは、グノーのアベマリアであった。翌晩のシーズンフィナーレで、ゲストアーティストのサラブ・ライトマンと共に、タイム通0グッバイを歌唱。結果は、マイケル・グリムに次ぐ二位であった。多くの視聴者とコメンテーターは、エヴァンコの優勝を予感しており、 当のグリムも結果に対し驚きを表明した。最大1600万人の視聴者が同番組を視聴しており、エヴァンコは一挙に有名になった。フィナーレのショーは同番組過去3年間で最高の視聴率となった。シーズンフィナーレの1週間後のザ・トゥナイトショーにゲストとして参加、歌唱し、J ・レノのインタビューを受けた。エヴァンコは 2013年発行の書籍インサイド、AGT、The Untold Stories of America's Got Talent に取り上げられた。同年、米国中都市で開催されたツアー、アメリカ 's Got Talent ライブツアーに参加。また、サイコミュージック及びコロンビアレコードと契約。2010年11月16日、初のメジャーデビューアルバムとなるミニアルバムオーホーリーナイトを、 コロンビアレコードよりリリース。ビルボード200の2位にランクインし、エヴァンコは2010年のベストセラーデビューアーティストとなり、またトップ10でデビューした最年少のソロアーティストとなりました。また、クラシックアルバムチャートで1位に、ホリデーアルバムチャートで2位となった。同アルバムはリリース最初の週に23万9000部が販売され、全米レコード協会により、 プラチナディスク認定され、エヴァンコは米国でプラチナを獲得した、史上最年少のソロアーティストとなった。また、同アルバムはアマゾン .com の予約ランキングで1位、年間3位を記録している。プロモーションのため、2010年10月のオプラウィンフリーショーを皮切りに、ザ・トゥデーショー、ザ・ビューなどに出演。ピッツバーグでのマイ・メイシーズ・ホリデーパレード、NBC の ロックフェラーセンタークリスマスツリー点灯式、ワシントン DC でのナショナルクリスマスツリー点灯式、ディズニーパークの27周年クリスマスパレードなどで歌唱を披露を。ナショナルクリスマスツリー点灯式ではバラク・オバマ大統領と共演した。オーホーリーナイトは2011年のビルボードクラシックアルバムチャート1位となった。また、同年の米国でのベストセラーアルバム15位。 カナダでも31位となった。2011年6月14日、デビッド・フォスター・プロデュースのアルバムドリーム・ウィズメをリリース。ビルボード200チャート2位、同クラシックアルバムチャートで1位となり、全米レコード協会からゴールドディスク認定された。このアルバムにより、エヴァンコはイギリスのチャートで5位以内のデビューとなった、史上最年少のアーティストとなった。アルバムには、 ポピュラーソング、クラシック音楽、およびオリジナル曲が含まれている。また、バーバラストライサンドやスーザン・ボイルとのデュエットも含まれている。ターゲットより4曲のボーナストラックを含むデラックスエディションがリリースされている。オールミュージックの評価は5点中3。5であった。2011年に放送された PBS の特別番組 Dream With Me In c o n c e は、 同年の PBS 番組中最高視聴率を稼ぎ、また、グレートパフォーマンスシリーズ過去38年の中で最高視聴率を記録した。CD、DVD セットは、ビルボードのトップミュージックビデオチャート1位となった。エヴァンコは、ブリテンズゴッドタレント2011年6月のシーズンフィナーレ及びアメリカズゴッドタレントの2011年9月。 シーズンフィナーレにゲストアーティストとして出演し、ネッスンドルマを歌唱した。2011年7月より2012年6月にかけてアルバムのプロモーションのため全米ソロツアーを行い、オーケストラとの共演で18公演を行った。2011年のビルボードチャートでは、ドリームウィズメはクラシックアルバム部門2位、全米アルバム部門45位となった。 2011年11月1月、ロブ・マウンシー・プロデュースのクリスマスアルバム、ヘブンリー・クリスマスをリリース。ザ・ファースト・ノエルやオー・リトル・タウン・オブ・ベツレヘムなどの伝統的なクリスマスキャロル、アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマスやホワイト・クリスマスなどのスタンダードナンバー、1982年のアニメーション映画ザ・スノーマンより、ウォーキング・イン・ザ・エアー、2004年の映画ポーラー、 エクスプレスよりビリーブなどが収録された。同アルバムは当初米国のウォルマートで独占的に販売され、2012年10月になり、ウォルマート以外でも販売された。同アルバムは、ビルボードクラシックアルバムチャートで1位、ホリデーアルバムチャートで3位、ビルボード200で最高11位にランクインした。また、カナダではアルバムチャートで9位にランクイン。 アルミュージックは3つ星、ソルトレークシティトリビュームは A マイナスと評価した。ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルのクリストファー・ジョン・ファーリーは、エヴァンコは、過去の人生、未来の自分、あるいは本物の天使をチャネリングしているようだと評した。アルバムのプロモーションのため、エヴァンコは、ザ・ビュー、ザ・トーク、ザ・トゥナイト・ショーに出演。2011年12月には、ニューヨーク州バッファロー、 ニュージャージー州アトランティックシティ、ペンシルバニア州ピッツバーグでプロモーションのためのコンサートを行った。同アルバムはビルボードの2011年ベストセラーチャートの4位にランクし、2012年のカナダのアルバムチャートで41位にランクした。2012年10月2日、4枚目のフルアルバムとなるソングフロムザシルバースクリーンをリリース。人気映画の音楽を中心に、 ピュアイマジネーション、愛を感じて、I see the ト、i g h t my heart will go on, 魅惑の酔いなどで構成されている。また、トランペット奏者、クリス・ボッチとのコラボレーションによる、ザ・サマーノーズ、カナディアン・テナーズとのコラボレーションによる、カム・ホワット・メイを収録している。アルミューズイックのレビューでは、5点中3、5点と評価された。2012年の PBS 特別番組ジャッキー。 イーバンコ、ミュージック・オブ・ザ・ムービーズはアルバムとほぼ同じ曲目をセレクションした。エバンコは2012年8月の東京フィルハーモニー交響楽団との共演を皮切りに42都市でのツアーを行った。また2012年後半に NBC、ABC、CBS、FOX、CNN 各局のテレビ番組に出演しインタビューを受けた。 同アルバムは、ビルボード200で7位、クラシックアルバムチャートで1位、カナダアルバムチャートで22位となった。その後、13週連続でビルボード200に入り、72週連続でクラシックアルバムチャートに入った。また、2013年のクラシック部門アルバム第4位に、2014年には第36位となった。2014年9月23日、 ソニーマスターワークスのポートレートレコーズレーベルから5枚目のフルアルバムとなるアウェイクニングをリリース。エヴァンコは2014年11月から2016年まで続いたコンサートツアーと PBS スペシャル番組でアルバムをプロモーションした。アルバムにはラフマニノフのボカリーズなどのクラシック曲のほか、U2 の With or Without You などポップミュージックのカバー。 複数のオリジナル曲が含まれている。なお、ウォルマーとのデラックスエディションには、6つのボーナストラックが、含まれていた。エヴァンコは、アメリカズ・ゴット・タレント第9シーズンに出演し、アルバムを宣伝し。また、NBC のトゥデイショーザ・クイーン・ラティファショーオプラ・ウィンフリー・ネットワーク、ドクター・フィルショーにも出演。アルバム名を冠したツアーは2014年11月に、始まり、 全米に加え、コスタリカとカナダでも、それぞれ1回公演を行った。ビルボード200チャートのデビューランキングは17位、クラシックアルバムのチャートで1位となった。エヴァンコは、ビルボードクラシックアルバムチャートでの5連続の1位となった。デジタルジャーナルのマーコス・ポップダトスは、同アルバムに A 評価をつけ、エヴァンコは戦いクラシックボーカルのおかげで、最初から最後まで素晴らしいと評価。 2014年のビルボードベストセラークラシックアルバムでは第11位、2015年には第3位、2016年には第31位となった。また、同アルバムは72週連続でビルボードクラシックアルバムチャートにランクインした。2016年10月28日、ソニーマスターワークスのポートレートラベルより6枚目のフルアルバムであり3枚目のホリデーコレクションである。 サムデイ・アット・クリスマスをリリース。以前にリリースされた9曲に加え、スティービー・ワンナーの反戦ンンソングサムデイ・アット・クリスマスにバージョンのザ・リトル・ドラマー・ボーイで構成されている。ビルボード200ランクは93位、ビルボード、クラシックアルバムチャートで1位となり、クラシックチャートでの1位は6年連続となった。ホリデーアルバムチャートでは最高3位となった。 2016年のクラシックアルバムとしては27位となった。2017年3月31日、ソニーのポートレートレーベルより7枚目のフルアルバムとなる 2Hearts ーーをリリース。エヴァンコ自身の作詞作曲を含む最初のアルバムとなった。2017年4月、同アルバムからのミュージックビデオペダストルをリリース。同5月、アルバムのプロモーションのためのツアーを開始。 ビルボード200でのデビューチャートは100位、クラシックアルバムチャートでは1位となり、クラシックチャートでの連続1位記録を7回に伸ばした。2019年2月、エヴァンコは、アメリカズ・ゴット・タレント・チャンピオンズに出場したが、決勝には進出できなかったが、シーズンのフィナーレショーに出演した。2019年4月12日に、ミュージカル曲を中心とした8枚目のアルバム・ザ・デビューをリリースした。 同アルバムは、ビルボードクラシックアルバムチャートでの連続1位記録を8連続に伸ばした。2009年から2012年2009年の、ユナイテッド航空93便テロ事件の犠牲者、追悼式典、2010年メジャーリーグピッツバーグ、パイレーツのホーム開幕戦、2011年、 NHL ウィンターシーズンに出演し、アメリカ合衆国国歌を歌唱。2011年、メトロポリタン歌劇場の若き音楽家たちとフェスティバル・オブ・ザ・アーツ・ボカで共演。同年、アリゾナ州フェニックスで開催されたパーキンソン病棟描写のためのモハメド・アリ主催のイベントセレブリティ・ファイトナイトに出演。2011年5月放送のオプラ・ウィン・フリー賞最終回に出演し、 オーバーザレインボーを歌唱。2011年10月に初来日。日本テレビ、行列のできる、法律相談所に出演し、天使の歌声を披露した。2012年1月、再来日し、東京文化村オーチャードホールで開催された、ムシカルミーツシンフォニーにて、東京フィルハーモニー交響楽団と共演。また、同月11日に放送された、スッキリ。 に出演。その間に、日本の皇室の前で歌唱したとエヴァンコ本人のツイッターに投稿している。カナダ、エスガットタレントの2012年シーズンフィナーレにゲストとして出演。2012年6月、サンクトペテルブルク国際経済フォーラムの開会式で、ディミトリー・ホロストフスキー、スミジョーと共演。2012年8月、広島で開催された、 ピースフォーワールドコンサートに出演。同年、カリフォルニア州マーフィーズにて、トニー・ベネットと共演。また、同10月には、テキサス州ダラスのクライド・オーレン・パークのオープニング式典で、ダラス公共楽団と共演。また、事前団体、ワイハンガー及びセフォラと提携して、エヴァンコの楽曲2ビリーブにちなんで名付けられた入浴製品を提供し、 ワイハンガーの基金撲滅活動に貢献した。2013年から2015年2013年、ラスベガスのベラージオホテルで開催された世界水の日のイベントに200人以上のシルクドゥ、ソレイユのメンバーと共に参加し、ワンドロップファンデーションが掲げる世界的なクリーンな水へのアクセスと教育プログラムに貢献した。2013年4月、台湾でホセカレイラスと共演。 同年5月、ジョージア州アルファレッタで、トニー・ベネット及び、アトランタ公共楽団と共演。ワシントン DC で行われた A、A キャピトル・ホースでは、国家とキャン・ユーフィール・ザ・ラブ・ナイトを歌唱。2013年後半、ユタ州ソルトレイクシティにて、米国の公立学校で音楽と芸術の指導を、奨励する財団のためのコンサートジャッキー・イーバンコ、&、フレンズ、We Are h o に出演。 同年サンクスギビングデーには NFL グリーンウェイパッカーズ対デトロイトライオンズ戦にて国歌を斉唱。FOX にて放送された。12月にはカーネギーホールで開催されたクリスマスチャリティーコンサートに出演。2014年9月、デイビッド・フォスター財団が主催した臓器移植を必要とする子供を持つ家族のためのコンサートに出演。11月、 ユニセフのイマジンプロジェクトのため、国連本部でジョン・レノンのイマジンを歌唱。2015年、タイで開催されたアンドレア・ボチェッリのコンサートにゲスト出演。タイの新聞ザ・ネーションのレビューでは、地球上に天使の音に近いものがあれば、それはジャッキー・エヴァンコの声に違いないとコメントされた。8月、マレーシアで開催されたデビッド・フォスターフレンズコンサートに出演し、 エド・シーランのオール・オブ・ザ・スターズをカバー。9月、強行、フランシスコのフィラデルフィア・来訪に合わせて開催された、ワールド・ミーティング・オブ・ファミリーズに出演。12月、NFL ・ピッツバーグ・スティーラーズ対、インディアナポリス・コルツ戦で国歌を斉唱。同月、自身のレーベルである、ジュ・ツーリング最初のシングルとなる、テイラー・スウィフト・セーフ・アンド・サウンドのカバーをリリースした。 2016年以降2016年1月、フロリダ州、ネイプルズにて、虐待を受けた女性や子供のためにシェルターを提供する団体のチャリティー昼食会に出席。同年、サム・スミスのライティングズ、オン・ザ・ウォールのカバーシングルビデオ、スカイラー・グレーのカミング・ホームのカバーシングルビデオをリリース。また、4月には、メジャーリーグ・ピッツバーグ・パイレーツのホーム開幕戦で、 国歌を斉唱。同年、ピーター・ジッツォによるオリジナルのポップソングアポカリプスをリリース。ビルボードは、エヴァンコが、名声を得たクラシックの世界の外に一歩踏み出したと、評したものの、エヴァンコは、ビルボードのインタビューで、自分のクラシックボイスを最も愛していると答えている。一方、ザ・ニューヨーカー氏レビュアーは、アポカリプスは甘ったるく、彼女は、 自身のジャンル以外では平凡であると評した。2016年9月、カナダのマニトバ州ウィニペグニで開催された、子供の臓器移植やその家族を支援する、デビット・フォースター財団の会合に出演。2017年1月20日、ドナルド・トランプのアメリカ合衆国大統領、就任式で国家聖賞を行った。エバンコ本人は、国家聖賞は政党には無関係であると述べたが、 ソーシャルメディアやマスコミにおいて、様々な立場から多くのコメントを受けた。ビルボードのインタビューに対し、特定の政治やトランプ氏のためではなく、国のために国家を斉唱し、誇りに思っていると述べている。同日、国家ザスター、スパングルドバナー、アメリカンザベーティフル、ゴッドブレスアメリカの3曲からなる、ミニアルバムミニアルバムトゥヤザーウィースタンドをリリースした。 エバンコは、このアルバムからの利益は、自身のトランスジェンダーの姉、ジュリエットを支援する、LGBT 支援団体に寄付すると表明した。同アルバムの3曲は、ビルボードのクラシックデジタルソングセールスチャートで、それぞれ2位、4位、5位にチャートインした。2017年、中国で開催された、トロイ戦争に基づく、大規模な音楽祭トロイに出演し、 タイラー・ベイツ作曲のテーマ曲セットメフリーを歌唱。2018年、カリフォルニア州産ファンキャピストラーの教会保存団体のイベントに出演。2019年、ピッツバーグでコンサートを開催し、ホームレスや LGBTQ の若者を支援する団体ザ・ブレイブ・ハート・ファンデーションに寄付を行った。幼少期より赤ずきんで主役を務めるなどミュージカルに出演している。 また、2010年の映画、ある日モテキがやってきたに、エキストラとして出演。最初のテレビ出演は、ディズニーチャンネルウェイバース・オブ・エイバリー・プレイスシリーズの2011年のエピソードバック・ツー・マックスであり、アメリカザ・ベルータ・ファルを歌っている。2013年、ロバート・レッドフォードが監督兼主演を務めた、ランナウェイ、逃亡者において、レッドフォードを演じるジム・グラントの娘役として、 映画出演。2012年にアパレルブランドゲスのモデルを、2014年に同じくアパレルブランドジャスティスガールズクロージングのモデルを務め、その他企業広告や公共サービスの公表に登場している。ありがとうございます。